2020明治安田生命 J2 リーグ第10節、スウェーデン金沢対愛媛 FC の一戦を石川県西部緑地公園陸上競技場よりお届けしてまいります。さあ、両チームの選手たちが今姿を現しました。今日2本目のコーナーキック、白井ビッグセーブから最後モテギー、こぼれ球を押し込みました。5本目、高いボール、山崎のヘッドをすらしてゴール前、藤本懸命のクリア、さらに三原シュート決まった。愛媛2点目。中安、から面白いボールが出る。庭切り返して決まった。3点目。後半出場の庭師よ、からハイボール広い、1点返した金沢。今一人広い選手のヘディングに何か誰か当たってコースが変わったような感じになりましたけどね。相手ディフェンスに当たってますね。バーの頭に当たってますね。まあ、愛媛も1点失ってですね、はい、あまり無理せずに前のパスが通る。加藤睦月が決まった。2点目。金沢加藤、いいスペースに裏へ抜け出しましたね。飛び出しましたね。連続のゴールとなります。加藤睦月のゴール。高い位置で加藤が奪う。右に託して久保田、向こう側下川が走っている。この下川へダイレクトで上げて加藤加藤選手のヘディングのこぼれ球をね、ルカオ選手が非常にこの技ありの右のかかとですかね。ですね。下川から縦長いボール、久保田、ここも追いつく。ダイレクトのダウンゴール。最後はこれはオウンゴールになりましたけど、今またでも加藤がいいとこ走ってるんですね。これもし、ね、オウンゴール触ってなかったら加藤が触って1点というところでしたから。そうですね、はい、手元の時計ではアディショナルタイム目安の5分台突入しました。そしてここで長い笛、試合終了。4対3、スウェーデン金沢逆転勝利、愛媛 FC を下しました。これでホーム初勝利。Thank you.